国21前半は世界遺産登録5周年を記念して行われている特別体験キャンペーンをリポートします。後半は知事と語る子どもたちを取り巻くネット利用の状況やネットパトロールについて三坂知事が語ります。46年ぶりという皆既日食、皆さんは観測にチャレンジされたんでしょうか。岡山でも少し夕方暗くなりましたね。高校野球の予選が行われていますスタジオ、会場でもですねライトがつくと付けられたね、しまして、やはりちょっと夕方のようになったなと、はい、雲は多かったんですけど、薄暗い感じにはなりましたよ ね。私ピンホールカメラを作ってですね、はい、作ってても段ボールに穴を開けただけなんですが、はい、チャレンジしてみました。見えました。少しこう欠けるところはね確認できました。すごいですね。はい、では、今日はですね素敵なおはがきを紹介してください。お願いします。こちら那智勝浦町の熊井さんからいただきました、はい、ありがとうございます、はい、ブツブツ川とても面白かったです、地元だけど案外知らないわ的な情報を伝えてくださいということで、わかりました。このイラストご覧ください。はい、浜坊素敵ですね。ですよね。那智勝浦といえばやはり、ゆかし型、はいね、有名ですけれども、今はこんな風に綺麗に咲いているんでしょうか、ね、ちょうど今頃が見頃ということですよね、はい、本当に素敵なイラストです。優しいね浜坊の感じがよく表されていて本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、さあそれではですね今日は最初の話題です。世界遺産登録5周年を記念して今月1日から8月31日までの期間限定で開催されています熊野三山散策特別体験キャンペーンをご紹介しましょう。このキャンペーンは世界遺産登録5周年を節目として熊野への観光客誘致と長期滞在型観光の促進、そしてリピーターの増加を目指して各エリアの観光協会と県などで作る熊野三山もてなし推進委員会が行っているもので、田辺市本宮町、新宮市、那智勝浦町で特別体験メニューによる熊野三山周辺の散策体験イベント10コースが設けられています。今回はこの中の2つのコースを川口リポーターが取材してきてくれました。どうぞご覧ください。那智勝浦町にある布堕落山寺、平安時代から奈良時代にかけて行われた布堕落渡海ゆかりのお寺です。布堕落渡海とは観音菩薩が住まう南の果ての極楽浄土布堕落山に向けて小舟で旅立つもので、境内には復元された渡海船や25人の渡海商人を供養する記念碑があります。川口さんが参加した布堕落山寺千手観音特別拝観とマンダラウォークのスタートがこちらです。まずご本尊の十一面千手観音を拝観しました。その瞬間どんな表情、今感想はどうですか。穏やかですね。そうですよ、はい、優しいですね。ふっくらとしてね、これがもう一番の特徴だと思いますね。この十一面千手観音像は平安時代後期の作と伝えられ、国の重要文化財に指定されています。本堂でお話を伺っているうちに雨も小やみになりました。那智山に向けてのマンダラウォークのスタートです。熊野那智ガイドの会の長尾さんが案内してくれました。ここまで来て向こうは大平地で、こちらは中平地、那智へ来るのが目的であれば、あの大平地はこのまんまここで終わりですし、熊野三山の始まりは本宮だっていう人たちにとっては、まだ大平地は本宮まで続くんですよっていう人たちの。今回歩いたのは布堕落山寺から大門坂を経て那智の滝までの熊野古道、通称那智街道でおよそ7キロのコース。国道311号から分かれて山道に入ると、ご覧のように昔ながらの風景が残されています。山あいの道を抜けると一気に視界が開けました。一野の地区です。こちらには一野の王子があります。熊野九十九王子の最後から2番目の王子で、ここから大門坂まではもう一駅です。向こうが金山っていう地名にもなってます。金が取れました。で、京都からね、その皇族方がよく来たっていうのは、ここは銅山なんですね。銅と金が取れるから、そういうものも欲しくって、
そして海岸線ではそのおま、あの神様にあげる、海産物、昆布だとか、それから、アワビだとかね、そういうものがたくさん取れるので、それにその宗教的なものも入っているということで、たくさんの方が見えてますね。で幅もこれだけあってね、はい、これがこことこの後ろと2つ、これあの幅もこれだけ広くて、これだからここは年貢米、それから種もみ、そういうものね、はい、来年用の。大門坂の入り口までやってきました。さあ、こちらの大門坂茶屋さんで皆さんと一緒にめはり寿司を作ります。それでは行ってきます。楽しみ。めはり寿司とはご飯を高菜の漬物でくるんだおにぎりで、昔は山仕事用のお弁当として作られ、目を見張るぐらい大きく口を開けて食べる大きさだったことから、めはりの名前がついたそうです。では大きく口を開けて見開いていただきます。おいしい。あの高菜の香りがわーっと口の中に広がっておいしいです。私初めて食べたんですけど、ぬか漬けってね、珍しい、はい、私白漬けは食べたことある。はい、ぬか漬けは珍しい。珍しいですよね、はいはい。あー、すごい美味しい。この日いただいたのは大門坂茶屋のおかみさん手作りで、ピリッと唐辛子の辛さが効いた特製ぬか漬け高菜のめはり寿司。歩いてきた疲れも忘れてしまう美味しさでした。お昼ご飯をたっぷりいただいてマンダラウォーク再スタートです。こちらは大門坂の入り口でお参りの人々を迎えてくれる夫婦杉。高さがおよそ35メートルという大門坂で一番大きな杉で、樹齢800年とも言われています。夫婦杉を越えると大門坂の上り道が始まります。古来より多くの参詣者がたどった大門坂、全長およそ600メートル、高低差およそ100メートルの苔むした石畳の両側には樹齢800年を超す杉の古木が立ち並び、古の熊野古道の面影を色濃く残しています。熊野三山もてなし推進委員会事務局で東室振興局企画産業課の畑下さんにキャンペーンの狙いなどを伺いました。今回のこのウォークの狙いっていうのはどういうところにあるんですか？そうですね、まあ、この7月8月で世界遺産の記念のキャンペーンということでやってまして、今までもウォークだとかそういうことで、ずっとやってきてたんですけども、今日していただいたような、体験であったりとか、はい、ガイドの方であったりとか、お寺の千手観音の配管であったりとか、そういう特別な要素をいろいろと混ぜた企画をしてですね、今までも熊野詣に来たんだけれども、もう一度来てもらえるような仕掛けをしたいなということで、はい、いろんなイベントを組んで今日も実施したところです。なるほど。どうですか、お客さんの反応っていうのは。熊野へ一度来たんやけどもまた来たいよっていう方もおられますし、はい、どんどんこういう企画をやってほしいという声は聞いてます。もともと定員は少ないんで、はい、たくさんの方に来ていただくことはできないかもわからないんですけども、今回、いろんなチラシで見ていただいてですね、また同じような企画もしてますし、また熊野に来たいなということも発信できればなと思ってます。なるほど、はい、この熊野、どういうふうなことを感じて帰ってほしいですか？そうですね、まあ、月並みですけど、やはり癒しであったり、何か振り返るっていうようなことを感じていただいて、今日もすごく雨上がりだったんです、暑いんですけれども、はい、すごく緑が濃くて、はい、いい日だったんじゃないかなと思ってます。雨も、雨の熊野っていうのも楽しんでいただけたらなと思ってます、はい、続いて川口さんが体験した世界遺産登録5周年記念熊野三山散策特別体験のもう一つのコースです。よいしょ。おー、すごい、綺麗。ここは熊野古道、
小雲取りコースの途中にある絶景ポイント百軒蔵、目のくらむような崖の上にお地蔵さんが一つ、遥か熊野の山々を望んでいます。この日はあいにくの曇り空だったんですが、ここから見る夕焼けはまさに絶景です。これを体験しようというのが本宮町の体験コース、夕暮れの百軒蔵眺望体験です。本宮町内に宿泊していれば、夕暮れの時間に合わせて車で宿までの送迎をしてくれるので安心です。すごい絶景です。なんか自然とこう手を合わせてしまうような言葉が出ない感じです。さて、このキャンペーンに合わせて熊野三山周辺旅館のペア宿泊券などが当たる熊野三山巡拝スタンプラリーも開催中です。こちらは熊野本宮大社、熊野早玉大社、熊野那智大社、那智山青岩渡寺をめぐるスタンプラリーで12月まで行われています。熊野三山散策特別体験キャンペーン、熊野三山巡拝スタンプラリーについて詳しいことは和歌山県東室振興局企画産業課までお問い合わせください。はい、これはなんとも素晴らしい景色でしたね。百軒蔵、ね、特に夕暮れ時、実際見てみたいですよ ね、 そうですね。映像で見ただけでも本当に素晴らしい、この圧倒的な木々の緑とですね、そして歴史で、今回は特別体験ということですのでね、はい、何度も行ったよという方も絶対に新しい発見があるはずだと思いますね。はい、さあ、それではここで今日のプレゼントをご紹介しましょう。今回のプレゼントは熊野のお土産です。本宮のシソジュース、そして梅みかんドリンク2本セットにしてお二人の方にプレゼントです。応募方法は番組の最後にお知らせします。お見逃しなく、さっぱりしたジュースですよね。はい、はい、それからですね、最近山系道を走ったり、あるいは自転車でかけたりする人がいるそうです。まあ、近年の流行もあっていろいろな楽しみ方があると思うんですが、やはりこの熊野古道をはじめとする山系道では、歩いて楽しむ人たちの迷惑にならないようにしていただきたいですね。はい、では紀ノ国21後半は知事と語るです。続いては知事と語るです。今インターネットや携帯電話の普及によって、子どもたちを取り巻くネット環境は大きく変化しています。今回はネット社会と子どもたちというテーマで三坂知事に伺いました。今日はネット社会と子どもたちというテーマでお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。現代の子どもたちを取り巻く環境、はい、昔とは本当に大きく様変わりしました。そうですね、特に携帯電話、インターネット、子どもたちどんどん利用してますけれども、大人の中にはもう知らないサイトがたくさんあるという方も多いと思うんですね。で、今の子どもたちを取り巻く環境というのはどうなってるんですか。携帯電話の、ね、普及率ってなんか最近勉強したんですけど、ものすごいんですね。はい、で、高校2年生でね、96%、ほとんどですね。それから中学校2年生でもね 46% で、小学校の6年生ぐらい、はい、まあ一番それで 25% ぐらいあるんだそうですね。子どもたち首からかけてますね。で、まあね、例えば通学の時なんかね、はい、危ないところもあるから、そういう点ではまあ親御さんも安心というのもありますね。はい、それからいろんなそのプラスに使えるというのはたくさんあると思うんですよ。はい、しかしながらやっぱりマイナスの面も予想されますよね。はい、私はね、4つぐらいマイナスがあると思うんですね。で、1つはプロフとかブログとか掲示板とかそういうのがありますけれども、そこでそれを使ってね、そのなんていうんですかな、いじめ、あるいは特定の人を攻撃する。はい、で、その面と向かってね、こう言うとやっぱり覚悟がいるんですね。はい、で、それからやっぱり人の心も分かりますよね。いじめられた人の痛みっていうのはね。ところがね、こういうのを手段を通じると自分と相手の間にやっぱりこうバーチャル空間が入るから、そういうことが分からなくなってむちゃくちゃいじめてしまうというのもあると思うんですよね。だからやっぱり顔を見せろ、はい、
文句があるときはそういうのが大事だと思うんですが、そういういじめの問題ですね。それからもう一つはね、やっぱりだんだんとその例えばネット社会に潜む有害情報みたいなのがありますね。あるいは例えばアダルトなんとかとかね、そういうところにこう引き寄せられちゃうとか、まあ賭け事とかね、そういうような危険があると思うんですね。でもう一つはね、やっぱり割とプロフなんかでこう自分がその誇る私はこうなのよねっていう、自慢ですね、こうね、はい、でその中にね、それ自体としていろいろ個人情報を入れてしまうですね。でそれが利用されてしまうことがありますね。でもう一つはね、ちょっとね虚栄心もあると思うんですけど、わざとね行きがってみてね、タバコを吸っちゃったもんねとかね、朝帰りしたんだもんねとか、そういうのを、まあ、言ってしまうと、今度はそれが、まあ、本当か嘘かは別にして、このなんて言いますかね、虚栄心競争みたいになって煽ってしまうっていうこともありますね。でそれを読んだ子どもたちもまた影響を受ける心配もありますね。私もちょっと書いてみようと、書いてみようって言って嘘をかけないから本当にやってみようとかね、まあそういうようないろいろな問題が起こってくると思うんです。はい、で和歌山県で調べたら、そのいじめのうちですね、ネットを使ったいじめっていうのがね、平成18年で 5% くらいだったんですよ。はい、そしてね、平成その1年後平成19年度で調べるとそれが 10% くらいになってるんですね。わずか1年で、はい、でやっぱりもっと増えてる可能性もあるんで、そこはやっぱり手を打たないといけないと思いましたね。ですね。はいはい、プラスマイナス両面を聞かせていただきましたけれども、はい、そのマイナス面に対して県はどんな対策を講じていらっしゃいますか。ネットパトロールというのを始めたんですね。はい、ネットパトロール、はいはい、でちょっとそれを見ていただけますか。はい、で、まずね、はい、こちらを、見ていただきますとね、はい、6月の9日からこれは始まってるんですけども、県庁で、専門の人を雇いましてね、はい、この探索パトロールというのをやるわけですね。でいろんなそのサイトがありますけども、それをこうずっと探しに行くわけです。で母これはちょっと危険があるなと、必ずしもその悪いものではなくてもね、そういう時はですね、この継続パトロールで見守りをするわけです。でこれは専門のコンピューターと携帯電話とかたくさん揃えておって、私どもの県庁の内部局と教育委員会と警察でね、その協力してこの見守りをしていくんですね。で中にはね、その犯罪そのものであるという場合もあるんですね。でそういう時はその当然違法の犯罪情報を発見したら警察に対応してもらうということがありますね。それから、悪質の有害情報というのがここから継続したパトロールで分かったらね、その2つあると思うんですよ。で1つは例えば学校の中でいじめが行われているという場合は学校へ連絡をして、それで生徒指導をしてもらう。でこの生徒指導って結構難しいんですよね。はい、結構難しいと思います。ですからこういう時はこうしたらいいんだって言って、先生方に対して教育委員会がよく考えてそのマニュアルを作ってね、それで今先生の指導をしながら教育委員会と相談してその生徒に当たるということを今やってます。はい、もう一つは特に問題になっている学校の外で何が問題かって、人権蹂躙っていうのがあると思うんですよね。はい、人権侵害に当たるようなことを平気でネットでそういうことを明らかにするとかね、そういう時は人権当局が県の中にもありますから、そういうところに出動してもらって、まあ、削除をしてもらったりするというようなことをやっていきたいと思ってるんですね。はいはい、そうしますと行政と学校と、はい、そして警察が一体となって、ね、はい、子どもたちを守るという取り組みをされているわけですね。はい、はい、で6月9日に今教えてくださったネットパトロール開始されたばかりということですけれども、はいはい、実際に悪質なサイトあるいは書き込みはあったんですか。そうですね、意外とものすごいやつが出てきたわけじゃないんです。例えば犯罪に当たるようなね、はい、それはたまたまなくてよかったと思ってるんですけれども、はい、 それでもね、現在こう抽出したそれで継続的に監視しているサイトが280ぐらいあるんですね。でその中でその2つ、自主修正をしてもらったり、あるいは自主的に削除をしてもらったりね、その指導の結果やってもらったのもあります。はい、でそれから、これはですね、まあ、緊急に削除をしてもらったんですけども、まあ、人の
その人格をね侵害するような、そういうものが、これは学校ではないんですけども、まあどちらかというと社会人とのという関係でしょうかね、まあ学校に若干絡むんですけど、そういうのがありまして、でそれはあの直ちに削除してもらいました。でまあそういうのがですね、あの何て言いますかね、大きく広がらないうちに未然に済むということが大事だろうと思いますね。はい、であの携帯電話を子どもが持っているその保護者、保護者はやはり子どもたちがどんなサイトを閲覧しているのかっていうのを把握しきれてないという話もよく聞きます ね、 そうですね。ですからあの、はい、その携帯電話を持っている人でないと自分がどこをどういうふうにしてやってるかっていうのは分かりませんよね、はい、だからそれはあのこれはあの秘密の通信じゃなくて、その公開されているところにいろんな問題が起こっているわけですから、そういうところをそのむしろあの県とか教育委員会警察が 三者一体になってね、はい、その見に行く、はい、それで監視をしておる、こういうのをね、あの和歌山は、まあ、いち早くというか全国で唯一なんですけども、はい、まあ、始めたんですね、はい、それであの、まあ、ここでの不都合みたいなやつはできるだけこう未然に防ぎたいと思ってますね、はいはい、であの今全国で初めてという話をされましたけれども、はい、でその広報啓発の取り組みですけど、はいはい、具体的に今ちょっとこちらにありますので、もう一度これを、そうですね、はい、出しました、はい、このようなことですね、はい、具体的な啓発というのは今申し上げましたのはパトロールですよね、はい、でその他にねこういうことをやっとるぞとか、一般的にこういうことを気をつけましょうねというような、広報啓発を我々は一生懸命やってるんですね、はい、それでまずあの情報モラル講座っていうのは、これはあの、まあ、和歌山県いくつかに分けるとブロックに分けられますよね。でそういうところにそのこれを担当している教育委員会 の、 その職員とかそういうのが出張っていってね、それであの子どもさんたちとかあるいはその父兄あの保護者ですね、はい、保護者の方に、お話をするとかね、はい、こういう問題について、そういうことをやってます、はい、それからですねあの e ネット安心講座というのは、はい、実は大学の先生とか、それからあの高校の先生とかにも協力をしていただいて、でそういう方々が、そのこういうものがあるんだよということをあのその人たちの口を通じてね、教えてもらうというのがあのその次ですね、はい、それから県政お話講座っていうのはこれはねあの県の広報室がやっているあのこういう試みなんですけども、はい、こういうテーマについてまあ、10人とか15人とか20人とかね揃ったからあの職員の方説明に来てよというような申し出があったら、はい、お話をするっていうのがあるんですよ、はい、ですからその中に、まあ、あの一つのモデルとしてこのネットパトロールとか IT を使ったその有害なあの物事の防止とかね、はい、そういうものについて、その、まあ、一つのモデル講座を開いといて、はい、で申し込みがあったらどんどん行こうとというふうに思いますね、はい、それから啓発フォーラムというのはもっと大きい話で、11月にあの青少年健全育成、県民大会なんてのがあるんですけど、まあ、その時の大きなテーマとしてですね、まあ、たくさんの人がお見えになりますから、そういうところでもお話ししようと思ってます、はい、それからもう一つこの相談がありますね、はい、相談というのはこちら側は、はい、まあ、あの県等々が監視をして問題を未然に防ぐんですけれども、あのネットで自分がいじめられてるとかね、こういうことをしていいんだろうかとかねそういうようなことについて相談をしたい、そういう子どもさんとか親御さんとかいらっしゃると思うんですね、はい、でそういう場合は教育委員会のホームページにアクセスしていただいて、7月の17日からあの実は専門のウェブ相談員というのを雇って、それでその人からもそのメールベースでね、はい、あのその質問に応じてお答えをするとか悩みを聞いてあげてアドバイスするとか、そういうことを始めようと思ってるんです、はい、で従いましてあのそういう相談にもねあのどんどん皆さん応じていただくといいんじゃないでしょうか、はいはい、この2つのブロックでがっちりと子どもたちを 守りたいですね、はい、もともとあの大人があの開発したインターネットですけれども、ね、やはりそれで子どもたちが利用することで悲しい目にあってはかわいそうですよね。あのいいところはたくさんあると思いますね、はい、子どもさんもその、
まあ、いびきたす社会なんてね、はい、言いましたけども、携帯を使ったりあるいはパソコンを使ったりして、はい、いろんな情報を自分でこう取ってくる、はい、それから、まあ、正々堂々として言い放してあればね、事故を主張する、はい、まあ、そういう訓練をするとかね、はい、そういうことはいいことなんですね。そうですね、はい、ところがやっぱりいいことの裏には副作用とか弊害とかいうのがあるから、はい、そういうところは我々その当局がね、はい、ちゃんと見張ってて、それで全導していかないとね、子どもさんはまだまだ成長過程ですから、そういう方を健全に育成していくっていうのは我々の使命だと思います。はい、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、携帯電話を子どもに持たせる私たち保護者の方も、家庭で例えば、自分の情報をですね、携帯電話のサイトの中で何でも公開しないようにこう話し合うなど、いろいろな取り組みが必要ですね。以上、知事と語る今日はネット社会と子どもたちをテーマにお伝えしました。では情報コーナーです。和歌山県からのお知らせです。県の広報誌県民の友8月号ができました。2面から5面までは子育て支援について特集しています。子どもを持ちたいと願う方々への支援から妊娠、出産、やがて子どもが大きくなるまでの間、安心して子育てができる環境を作るために地域や企業の皆さんと力を合わせて行う県の取り組みを紹介しています。また15面は和歌山のさまざまな日本一を紹介する企画、和歌山一番。今回は日本一の収穫量を誇る有田川町のぶどう山椒を紹介しています。その他県からのお知らせやいろいろな情報が満載です。視覚に障害のある方のために点字版とカセットテープ版の県民の友も制作しています。ご希望の方は県庁広報室へお問い合わせください。県へのご意見もお待ちしております。ではここで先週のプレゼント当選者の発表です。プレゼントはオレンジムースでした。当選されたのは和歌山市の豊田さん、上富田町の山下さんです。おめでとうございます。はい、では変わって今週のプレゼントです。プレゼントは熊野のお土産、本宮のしそジュースと梅みかんドリンクの2本をセットにしてお二人にプレゼントします。ではここでプレゼントクイズです。今日前半にお送りした熊野古道ウォークの中で川口リポーターがお昼ご飯に食べたのは何だったでしょうか。1番めはり寿司、2番さんま寿司、どちらでしょう。高菜でね、くるんだものですよね。はい、さあプレゼントご希望の方ははがきまたは紀の国21のホームページからご応募ください。はがきの宛先は郵便番号 640-8533 テレビ和歌山紀の国21の係です。ホームページからのご応募はプレゼント専用フォームからお申し込みください。パソコン携帯電話の両方からご応募いただけます。応募の際はお名前、住所、電話番号、年齢などの必要事項をご記入ください。締め切りはどちらの場合も7月29日水曜日必着です。はい、さて、子どもたち夏休みに入っていますが、来週は夏休みイベントをご紹介しましょう。県立図書館の夏休みイベント、図書館ウォッチングのリポートをします。そしてですね、ブラクレ町にオープンしました県立医科大学の新しい施設、これ未来医療推進センターというんですが、こちらを紹介する予定です。では今日はこのあたりで失礼します。さようなら。さようなら。